はは、い、さんんこにちレクセンリー講師の赤木です、えー。それでは私の方から、まあ、論文実践学習演習の学習法というね、えー、そういうタイトルでまあお話をさせていただきます、まあ、約45分から50分ぐらいの、ね、長さになるかなと思いますけれども、まあ、最後までお聞きいただけたらと思います、あのー、2週間前に収録した別のテーマの、ね、ガイダンスとまあ結構似てる内容にはなりますんでちょっと重複するところはかなりあるかなというねそう思っていただいたらいいかなと思いますが、まあ、改めて論文の、ね、勉強方法についてのまあ確率ですねこれをしてもらえれば嬉しいなというふうには思っております はい、えー、まずはお手元のレジュメですね第1というところをね、えー、ちょっと開いていってください。まあ,あの論文の学習ですけれどもね、えー、何を目的に勉強するのかというところですよね、えー、ここをちゃんと、ね、見失わないようにしておいてください。あの試験というのは基本的には初見の問題になりますのでね初見の問題でどうするかというと一応の水準以上というね、えー、そこを クリアしていくと。これがやっぱりね、大事な目標になっていきます。えー、どんな問題が出ても、ね、初見ですからね、えー、初見でどんな問題出ても一応の水準を超えると。こうするためにどうするかというね、えー、そういう視点で常々ね、勉強しておいてください。で、えー、ここのその、えー、到達目標、初見でなんですが、 試験であれば必ず制限時間ありますんでね普段から制限時間を意識して初見で短時間で一定程度水準にたどり着くというね、えー、そのあたりのことをね意識しながらやっていきましょうじゃあそのために何がいるのかですけれども時間内で毎回毎回方法を変えてる必要変えてる時間ありませんからねまずはやっぱりブレない問題検討の視点というのはこれはしっかりと持っとかないとどうしようもないですね、えー、民法だったらこういうふうにいくね商法だったらこういくとかね、えー、そのそれぞれの科目ごとにやはりね問題検討のスキルというのをし しっかりとまずは確立する、えー、それがもちろんいるしあとはやはりね、えー、どうしてもこれはもう早くインプットしたものをアウトプットできるようにするですね、えー、そのためにやっぱりインプットの弱点があったんではねアウトプットにも時間かかりますねえーえー、っとあのね解釈論どうだったっけとかね、えー、そういうのを思い出して、えー、書いてるというね、えー、そういう状態でやっぱりちょっとね心もとないということになりますのでまあ論文の重要箇所に関する弱点克服ですね、えー、ただしここは網羅的に全般的に択一まで広げてという必要はないのでね、えー、論文専用の 知識でですすね、えー、そこの範囲で、まあ、弱点を克服するというね、えー、こういう感じにしていただけたらと思いますとりわけこの条文判例に関する知識なんですけれどもね、えー、具体例とセットにしてない方が結構多かったりしてね、えー、論点だけ抽象的に押さえてるっていうね、えー、そういう面が結構見られる傾向にあります例えば民法でいけばね、えー、その94条2項の解釈論でね、えー、第三者に転得者含むかとかね、えー、そんな話まあ誰もが知ってる解釈論でしょうあるいはその第三者に登記を要求するかどうかとかね、えー登記の の用品であったりまあ、そういう論点としては知っているというねえそういうものってのは結構ね 受験生なので、えー、どうしてもまあ,あったりするんですが大事なのはそのの論点の具体的な場面ですよね、えー、どういう場面で主張反論して、えー、その主張反論のどこに出てくるのかっていうね、えー、そこが分かってないと論文としてはね全く意味をなさない知識になってきますんで、えー、ここ論文重要箇所の知識の弱点克服とありますけれども主張反論のどこで出てくるかそこまでちゃんとね、えー、把握できてるこれがないとここの論文知識としては持ってるとは言わないのでね、えー、その辺ちょっと勘違いをねしないでしょね。 いわゆる論証で理由と結論を、ね、パッと出せるという、ねえー、そこはもちろんあっていいんですけれども、もう一歩、ですね、えー、具体的な事例の中での主張と反論をちゃんと作れるという、ねえー、そこをちゃんとインプットの中で、ねえー、持っていくようにしておいてください。まあ、私の入門を受けた方は、ね、かなりしつこく主張、反論を、ねえー、作っていったという意識がありますので、まあ、そこのところをもう一度見直すという、ね、で2年目講座で、えー、講義編あ、ねえー、りますので講義編の中でも、ね、また確認いただけたらいいのかなという,ふうに思います。はい、あとは 時間内での戦いですよね、えー、時間内でのね、えー、効率的にまあ、書き切るための頭の使い方これはねやっぱり持っておいてほしいなというふうに思いますまあ、3つ目時間内で書き切るための頭の使い方これやっぱりね配点に着目するとかいうのは非常に大事になってきます、えー、予備試験とか司法試験だとね配点が質問ごとに書いてあるということがあるんでね配点に応じて使う時間も決めてください 例えばですけども、司法試験だったらね、説問が3つぐらいあると、で、説問1が30点、説問2が25点、で、説問3が45点と、こうなってたら、説問3にたっぷり時間残しとかないといけないんでね、えー、そういう意味で、説問に25点しかないところに時間使いすぎないとかね、この辺はやっぱり自分の中でのセーブ、ね、持っとかないと、えー、説問3で45点、大量点得点できたはずなのにね、ね、えー、説問3にたどり着かずに全然点が伸びなかったというね、えー、こういうケースは、近年、司法試験で非常に目立ちますんでね、えー、そういう意味で、ここの時間 案内で書き切るための自分の頭の使い方というね、えー、これもちゃんと意識してね普段から身につけておくという感じにしてください、まあ、つまりこれらの3つに関するね、えー、お話のうち論文のアウトプットスキルでいくと、まあ、やっぱり問題検討スキルと 時間内で書くための頭の使い方ここのあたりを、ね、ちょっとノウハウ本ノウハウブックとして、ね、1本1冊の、ね、とりあえずレジュメ等にまとめておくという風にしておくのがいいのかなと思いますし、まあ、あのノウハウだなと思ったことは書き留めて毎回意識しながらやってみるねそのノウハウ本を何度も何度も見るという、ね、そういうこともぜひぜひちょっとやっていただけたらなという風に思っております、はい、じゃあそれをやるために、まあ、やっぱり問題、ね、数多くこなしていってください、まあ、あの問題集、ね、配布しますんで。 この問題集、まあ、ランクはつけていきますけれども、まあ、C ランクとしたもの以外ですね、えー、何度も何度も 完璧にけるまででとは言いいまませんけけれどもほほぼぼ問題ななくく解るるように繰繰りり返返ししててみださあここはね2年目講座の中でいくと答案作成編というねそういうテーマで一応講義していくそういったものになりますが良質な問題繰り返し解くというねそういうこともやってみてくださいさらにインプット箇所入門で重要な箇所は B ランク以上にしてるはずですのでそこのところの穴埋めをねやっていく入門の復習で基本足りると思いますが講義編そこで再度確認いただくという そういうこともやっていただくといいかなと思います。はい、あとはノウハウ一元化というね最後書きましたけども、まあ、ここですねノウハウの一元化やっぱりノウハウ本何度も何度も見るというねそういう感じになると思いますが、まあ、1回目の答案作成編の講義の日に、ね、そのレジュメ U のを皆さんに配布します、まあ、入門レジュメの、ね、抜粋の総まとめみたいな、ね、そんな感じになりますけれどもノウハウ本というのをね一応まあ ざっくりと、ね、お渡ししますただそこに書いているものに、えー、限られるわけじゃないので、ね、やっぱ講義の中でその都度その都度ね、えー、いろんなノウハウをお話ししていく可能性が高いので、えー、そこにどんどん書、ね、き足しをしていただければなというふうには思っております。はい、えー、そういう,ふうなことで、まあ、意識づけですね、えー、論文を解く時にもむやみやたらに問題解いてもしゃあないです問題検討のスキルを固めるんだそういう意識で、ね、やっぱり、ね、推奨する問題検討スキルを実際に実践してみて身につけていく。 でそれから発見した弱点、ね、問題解く中で,できる発見できる弱点あるはずなんでね、えー、そこの弱点部分というのをちゃんとマイテキストに戻ってこれ弱点だというね、えー、分かるような弱点付箋等を貼っておく、えー、そういった、ねえー、形で、えー、ここ初見で何でも解けるようにというね、えー、そこに行くためにはやはりそういったことの繰り返しですよね。えー、積み重ねによって ようやくできて特効薬はないっちゅうね、えー、ぶっちゃけて言うとそんなところに出てくるんですけれども、まあ、特効薬はないんですけれどもただやっぱりね、えー、論文を解く時のスキルですねこれがまあ実際にやっぱ特効薬の一番近いものになりますんでね、えー、問題解く時のスキルですよねこれをちゃんと身につけてもらえたらというふうに思っておりますはいじゃあそのスキル等をね実践して身につけてもらうというために用意しています講座ですね一応6月から開講予定なんですが第2 合格,合格等は作成講座というね、まあ、ちょっとありふれた名前でね、えー、あれですけれども、まあ、とりあえずその講座が、ね、ありましてこれ2本立てになってますんで、まあ、ちょっとね使い方等をね、えー、皆さん自身で決めてもらえたらと思いますが、まあ、2本立てということで「講義編」 インプット知識のまあ再確認ですね。えー、論文に絞りますんで、択一用の細かいところはかなりはしょったテキストですね。えー、これを皆さんにお渡しすることになります。まあ、入門テキストを3分の1に本当に圧縮してますんでね、えー、民法だったら350ページぐらいにね縮まってるね、もう民法の必要なところはそんな感じ、えー、商法のね重要なところも180ページぐらいとかね、えー、非常に薄いテキストになりますけれども、まあ、そこをまあ穴がなくなるようなね、そんな感じにしてもらえたらなというふうに思っております。これ講義編というね、えー、基本的にはまあ3 時間講義入門ねこれを1時間で圧縮みたいなねそんな感じになりますので大体まあね一応3時間。 講義編聞くと入門9時間分の復習というねそんな感じになるかなというね感じがしますはい、えー、とりあえずまあここね講義編をまあ一応見ていただくのはいいんですがメインはやっぱり問題検討の答案作成編と思っておってください、えー、答案作成編は一応ね今年はライブで実践するというねそういう予定にしておりますんで、まあ、毎週水曜日の夜ですねここでまあ講義といいますかね私の方で問題検討 こういうふうに解いていくというのを実践で皆さんに示しますのでそのあたりを、ね、吸収してもらえたらと思います一応毎回毎回版書ですよねこれかなり大量にしていくというねそういう感じになりますが、まあ、その版書からね問題検討のスキルああこういうスキル使ってるなとかいうのがねちゃんと分かっていただけたら、ね、非常に嬉しいなというところではあります、はい、でそこの問題検討する中で弱点の発見を克服というねこれをまあやっていただけたらと思いますが、まあ、おそらくです問題検討は時間かかりますんでね初めて見る問題一応 旧司法試験ぐららいの問題かままず入りますんでね大体、えー、いい1問60分で答案完成させるような問題ですので点灯時間としては一応15分から20分これを目安にしておいてください1問あたり、ね、15分から20分で、えー、これを毎回約20問ぐらいまあ20問もいかないかな15問ぐらいでね、えー、終わることが多いかなと思いますがそれを事前に予習していっていて。 どこがかかからなっったかをはっきりささせておいいください、ねえー、やっぱり大事になってくるのはね、えー、も,うもちろん、えー、事前の自分の検討でほぼほぼ完璧に解けたってねそういうのも当然出てくると思いますけどもあかん詰まったって、ね、詰まったとこはどこで詰まったかというねそこをはっきりさせるようにしておくという感じにするといいと思いますまあ民法であればね最初まず原告の請求から入りで原告の請求のこの要件ね書いていってで次被告の反論でその要件検討と、まあ、こういうふうに流れていくんですけどもそのうちのどこで詰まったかですねその辺をはっきりとね さ、ね、ておく多いのは検討漏れも、ね、多かったりするかなと思いますけども、えー、検討漏れしたものはどれか、ね、検討漏れしたとしたら多分見落としが多いのでね、えー、どういうところから見落としを減らしていくかとかね、えー、その辺も講義聞きながらね、えー、確認いただけたらよりいいかなというふうに思いますはいまあ答案作成編柱にね、えー、1問あたり15分で、まあ、20問検討するとしたら300分は最低かかりますんでね、えー、その意味で、えー、毎回予習だけで56時間はかかるね、えー、おそらくですね が入門の復習も合わせてやるとなると1日がかりというね、えー、それぐらいの一応ね予習はいるかなというね、えー、こういうふうには思ってくださいでその際ですけれども論文力もう一度ね、えー、1年目の ガイダンスなんかでもお話するところでありますけれども、論文解く上で何が必要なのか、ね、ここ自分の弱点もどこにあるかをね意識しながらねやっていくといいと思います。読解でミスる、まあ、ここはちょっと致命的なんでね、A さん B さん取り違えたとかね、このようないようにしてもらえたらいいですが、読解力でミスるは多分ね、そんなに多くはないと思いますが、問題がちょっと分かりにくいというね、そういうこともまあ,あったりするんで、分かりにくい問題の読解、 この辺もね、えー、まあお話しする機会は多分あると思いますので、えー、問題の読解ですよね、ここも少しはね、えー、ちょっと高めるということはあるかなというふうには思ってください。で理解したら問題文をその次、法的に構成まずは原告の主張被告の反論という、ねえー、なりますが最低限求められる知識ですね、えー、そこをベースにそこから考えていくというね、えー、こういう訓練をやっていくような感じになります。はいでその際に知識 知ってる知識だけで解ける問題だけとは限りません応用が求められるで、えー、全くした見たことのない問題、ね、見たことのない、えー、条文の類推適用とか、ねえー、そういうのをやっていったりと、ねえー、まあ一応司法試験なんかだと、ねえー、会社法323条類推適用とか、ねえー、何のことか分からないかもしれませんけども現場で、ね、そういうのを考えたりという、ね、そういうこともあるので、まあ、ここ応用力ですね全く見たことのない問題でも、ねえー、一応応応、えー、応用するノウハウですね、えー、これをちゃんと毎回、ね、身につけてもらえたらと思いますが、まあ、多いのは 類推適用の話、ね、趣旨から解釈する、あるいは当てはめでなんか評価を入れるとかね、えー、この辺というのはまあ基本的に応用力に、ね、属するところになりますので、まあ、この辺りも、ねえー、一応、講義の中で、ねえー、意識してやっていただけるといいかなと思います。とりわけこれ軽素法軽素法か 刑署法憲法ではこの応用力に属する部分ねこれはかなり大きいかなというふうに思いますんでね事実の評価と言ってきますがまあここをねちゃんとまあ苦手にしてる方はね意識してちょっと高めるというねそういう感じにしてもらえたらと思います。はい、で問題解くだけでは おそらくでですが文章力までいきまきせん、えー、とりあえず毎回ね問題検討はしてきてねというふうにお話ししますけどもそこは一応答案構成までで結構だよとそういう趣旨です答案化するというのはまた違う次元になってきましてね、えー、この答案化する文章力というのはこれはやはり実際に書く訓練を繰り返し繰り返しというふうにやらないとここも伸びていかないんでね、えー、ここも時間制限の中で書くのがどんだけストレスかっていうね、えー、この辺もやっぱり普段からやってないとできませんのでね、えー、とりあえずまあ毎回ですけどね、えー、問題15問ぐらい検討してい としてきますけども、まあ、理想的なのはそのうちの1問か2問ぐらい、ねえー、実際にと文章化してみるというね、えー、60分で測ってやる。ね で60分でやろうとすると最後の58分ぐらいになってくるとうわ、やばい、こんなに残ってんのにとかね、それはどうやってまとめるかとか考えるね、えー、そういう訓練もできますし、まあ、本当は58分で気づいたら遅いですね、えー、50分ぐらいでやばい、残り時間ない、どうするってね、えー、そういうのをまあ考えていくというのがね、できてくるといいんですけれども、まあ、そういった時間内で書き切る、ねえー、これ、途中答案ほどもったいないのないので、ね、途中答案だと評価されない可能性が高いと、だって書いてないから。 書いてるものは評価の対象ですけどね書いてないものはこれ評価の対象から外れるんでねそういう意味で、えー、途中答案はできるだけしないようにするためにはやっぱりそこの、ね、最後まで書ききるために何を書くか、えー、そこのエッセンスというのをねしっかりとね、えー、意識してやっていくといいかなと思います。はい まあ自己統制力と絡みますけどね、残り時間10分どうする、ねえー、条文の要件に当てはめて終わり、ねえー、そういうふうにするのも一つの戦略ですしね、ね、えー、応用的なところについてね、えー、もう趣旨、ね、えー、長々と書けなければ、何、え、条、ー、の趣旨はこうこうこういうところを、ねえー、こうコンパクトに一言で言う、取引なんぜとかね、そんな感じでこうまとめてしまうのも一つかもしれませんので、まあ、ここ自己統制、ですね時間との兼ね合いでの勝負というね、えー、そこを意識してちょっとねやってもらえるといいかなと思います。はいい、まあ、ここの自己統制力はやっっぱり時間を測ってというね、えーそこ やらないとなかなか身につきにくいので、ね、自己統制力は時間を計りながらという、ね、ここは優先的に考えながら、ね、やっていただけると嬉しいです。はい、で一応講義編は、まあ、一応ねインプットの総確認ということで、まあ、ほとんど聞いてるだけみたいなねそんな感じになると思いますがアウトプットの問題検討編ですねここに関するお話が1番からとこう思ってください。でここですけれども毎回論文の問題検討しましてテキストをね教室の後ろにも置いておりますけれども九子新書九子、まあの問題ですね これがほととんんどですですすプラス予備試験というね、えー、そんな感じですあとまあロースクール入試の問題が入ってたりとかね、えー、そういう感じでまずはあの前半ですけれども短めの問題ですよね、えー、そこからまあ検討していくというね、えー、こういう感じになりますまあ問題集に対するランク付け A ランク B ランク C ランクは1回目の講義の時に配布するんでまあ1回目の時はねちょっと15問から20問目ぐらいまでね、えー、ちょっととりあえず全問検討した上で臨むというね、えー、そういう感じにしてもらえると嬉しいなとこう思いますはい A 問題はなかなか難しい問題がありますので、ね、A 問題については、まあ、何度も何度も解く可能性があるだろうで B については、ね、力試しになるかなとは思いますけれどが、まあ、重要な条文等の、ね、当てはめそういったもので終わることが多いんですが、まあ、B の中にも、ね、少しちょっと考えなきゃいけない部分が、ね、あるかなという感じはします、まあ、A と B の区別は、ね、かなり相対的ですので、ね、そういう意味ではまあ A と B はとりあえず全部やるという、ね、こうをとってください、はいで。事前準備、次のページですけれども はいえー、とりあえずはもう、ねえー、全問、答案構成メモを用意して残しておくという、ねえー、そういう感じにしておいてください。まあ、A4 のルーズリーフでもノートでも結構ですけれども右に書き込める余白残しておいてこちら側に自分の答案構成ですね。こここれ書いてもららえたら結構ですでここに まあ、気づいたことであるとか、板書であるとか、そういったものを入れていただいたらいいかなと。ということでね、えー、とりあえず、一応左か右かと分けながらね、メモを取るという、まあ、そういったことをおすすめはしております。まあ、これがやりにくいって方は別にいいですけどね、えー、自分の構成ばーっと書いて、で右かはね、えー、とりあえずまあ作らずに、ね、やっていただくももちろんありですが、でこれ基本的には、1ページで1問、な、ま、い、あ、しはね、2ページ目にも,もしじ自分の構成が入っていったら、えー、とりあえずもう問題変わったら、 紙紙を変えてください紙を変変変えええててくくだだささいいページここの1問目の問題検討ここまで終わってあ残りもったいないとかね、えー、それで2問目ここに書き出すとするとちょっとねまた後で見るときにめんどくさいんでね、えー、後で見るときに、えー、次のページから入った方がね、えー、とりあえず検索等も早くなると思いますんで、えー、そういう意味でちょっとね、えー、ここはもうページ分けて、ねえー、やっていただくようにしておいてください、ね、ここで答案構成終わったとしてももうねここでも買いページするといいですかね 途中で、ね、ここに次のページ第2問とか、ねえー、書き込みにしないように、ね、しておいてもらえたらとは思います。はい、で、道案構成ですけれども基本的には、まあ、今日う、ね、最後に第4で旧司法試験の 15, 15年か、えー、これを、ね、検討する中でこんな感じの道案構成でいいよというねそういうのをまあ紹介します。で自自分分なりに分かれば結構です自分がそのメモを見て 答案作れるような状態になれば結構なんでね、えー、早ければ答案構成ね、えー、一瞬で終わるというね、えー、そういうこともあるかもしれませんが、まあ、一応それなりに書いておいた方が安心ですねでこの答案構成ねあの慣れるまではなんか最初答案書いてるみたいなね、えー、そういうふうになることが多いかなと思いますけれども、あのー、いわゆる解釈論ですねこれはもう解釈論の理由とか結論をねもう基本的には書かないように済む、ねえー、そういうふうにしてもらえたらいいかなというふうに思いますね、えー、ここ答案構成のの中にいわゆる論論点の理由とか結論とかか結ねそんなもの 書き込んでいくとそれだけで時間のロスなんでねそれはしないもう基本的に解釈論は書かないね、えー、論点名だけで終わらせるとかね、えー、そういう風なことをきっちりとねやっ,とってもらった方がいいかなと思いますはいでも、ね、自分が分かれば結構なんで略語 OK ね、えー、記号 OK ね、えー、とにかくもうどん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 ね、えー、分かりやすい自分だけさえ分かればいいね、えー、そういうメモを作っていってもらえたらと思いますはい、えー、その上で分からなかったところとかね自信のなかったところいうのをちゃんと 紙に残しておいいくださこ、ね、この右の右ところですね気づいたこととしましたけども、まあ、自分の、ねえー、一応弱点だなと思ったところは、ね、色を変えて書いとくとかね、えー、自信がなかったここが分からなかった、ねえー、制限時間内でここまでしかできなかったとかね、えー、その辺りの、えー、ちょっとね、えー答案えー、答案構成ですねする、えー、中で気づいたことであるとかね、えー、要はこうメモの点ですよね詰まった点とかね。 はい、詰まったところとかその原因この辺りをねしっかりと可視化しておくというふうにしておくといいと思いますまああの成功体験積み上げるのも大事ですけれども問題解いていく中で弱点を克服していくというのも大事なんでね、えー、ここ分からない問題解けない問題あって当然なんで本番である程度の点数取れたらいいんですよ。練習の間はミスしていいんです ミむしろミスが見つかってよ,よかったというふうに捉えれるようにね、えー、しといてもらえるといいですね。なので、まあ、もし詰まったりしたらその原因何かなとかね、えー、どこで詰まったかでその原因何だろうというねそこまで一応考えてで、えー、一応その問題は一旦 保留にして、まあ、講義聞くなら聞くというね、そういう感じしてもらえたらいいかなとは思います。はい。まあ一応、参考答案までね、一応、問題集には載ってますんで、まあ、参考答案一読するのは全然 OK かなと思いますが、まあ、あの講義の中でね、まあ、ここまではいらんのじゃねとかね、そういうのまあ言ったりしますんで、まあ、参考答案、あくまでも参考だというね、そういう感じで聞いておいてください。まあ、ほぼほぼね、参考答案は、そのまま生かすというね、そういうことが多いかなと思いますけれども、まあ、ここはちょっともう少し、こう変えた方がいいんじゃないとかね、そういうのはお話する機会はあるかなとは思います。はい あとまあ弱点が知識不足だと思えばもう一度復習まで入れるってねえそこまでやってとりあえずね問題の事前準備としては完成するかなというふうに思ってくださいはいあとは、えー、講義語ですけれども復習全問するというのはまあ基本的にいらんだろうと思います、えー、もうあ自分の構成と、ね、赤木の構成が大体一致したわというね、えー、そういう問題は本番でもね初見で解ける問題にもう分類,分類入っていきますんでそういう問題はもう二度と検討しなくて大丈夫ね、えー、そういう意味でまあ不安が残った問題 それから間違えた問題ですね、えー、そこがまあ復習の やりどころということでねそこ復習やってもう一度解き直すというねこれやってみてくださいどうやったらねここが出てくるかというねそういう話はまあ講義の中でねお話ししていくのでどうやってこれに気づけるかというねそこのところもね意識して聞いていただけるといいかなと思いますはい最後4番でまとめるねノウハウですね時間内にまとめるためのノウハウまあいっぱいねたくさんお話していくと思いますんでそこはね2年目講座の最初にねおレジメで配布しますんで そこの中にね一本貸してもらえたら嬉しいなというふうには思っておりますはいあんなことで一応ね講義に関するね望むにあたってのまあいろいろな注意事項というねこれが第二のところのお話になりましたはい、えー、次第三のところでまあ論文力に関するね一応共通のスキル と思ってくださいで一応第3に書いてるのは、まあ、主として民法に役立つものにはなりますけれども民法以外の科目でもねこの発想というのは非常に大事なところになってくるんでねここの「論文検討の視点方法」と書いてありますここはもう基本的に全科目ねこういう視点でおってくださいまずやらなきゃいけないのは事実整理丸の位置ね時系列の整理で、まあ、ここは要は問題読解とこう思ってください問題読解でどんな事件で,でここ時系列の整理だけじゃなくて例えば民事系であればで民訴法であればね 訴訟物何原告の請求原因何で認否何 被告の反論何とかねその辺も一応整理しておくというね、えー、そういったことも含まれます、えー、民訴法だとね、えー、原告の主張被告の反論まで紹介されているとでその中でこの被告の反論のここにどういう問題があるかとかね、えー、そういうのを考えさせることがあったりするんですがまあここね時系列の整理とやりましたけども問題特にあたっての情報整理ね、えー、広く丸の字は指しているというふうに思ってくださいでその上で、まあ、原告側の主張から考えていくというね、えー、この視点がいいでしょう、まあ、原告の求める効果に対して条文判例から要件の検討 するというね、えー、ここ論点を出すんじゃないぞとこう思ってください。要件の充足性で大事なのは要件網羅次のページコメじ一つ目です。原告の要件主張に欠陥があってはいけません。いいでしょうか。もうここで原告の主張の要件で要件漏れてると、もうこれはねかなり印象悪くなります。例えば錯誤の取り消しの条文ありますけれども、錯誤取り消しで動機の錯誤とこうなってくると九十五条のまず柱書き重要性の要件。 それから2号の錯誤の当てはめ。 でさらに2項で表示の要件がいるとかね、えー、そんなのがあったりするんですが作語取り消しですね、えー、これに関する要件で網羅しなきゃいけないとこういう感じですね、えー、ここ要件で1個でも落とせばねそれだけでごそっと点が失われるというふうに思ってね、えー、要件網羅という形でね、えー、きっちりと原告の主張ですね、えー、考えるようにしておいてくださいまあ大体ね条文見て当てはめすればそんなにミス起きないんでね、えー、ミスはまあここは条文見なかったりとかね、えー、そういう時に起こりやすいというね、えー、こういうことになるかなと思いますで必要に て解釈してください、えー、例えば、要件のね、覚、え、悟、ー、であれば、表示というね、要件がありますけれども、その表示は、明示、目次に表示されて、契約内容になっていたこととかね、えー、そういった感じで、解釈をしてで、当てはめするというね、えー、そういう感じになっていくかなというふうに思ってください。はい、まずは原告の請求ですね、まあ、権利の発生に関わる要件検討、ね、ここから入ってもらえたらいいでしょう。で次に被告の反論 でここ否認になることもあるし神戸になることもあるので、まあ、ここはケースバイケースという、ね、もっとってくださいとりあえず被告の反論を問題文から探し出すでそれの要件検討するというねだいたいそういうことが多いかなという,ふうに思っていただくといいでしょうでほぼほぼここでもう決まりです原告の請求、被告の反論ここまででもう合否決まったようなもんですの1のところでほぼミスなくかけの2のところである程度かけているであればもう一応の水準を超えてます。 なので民法とか商法でね一応の水準切るというのは原告の主張の何かに大きな欠陥がある被告の反論のどこかに大きな欠陥あるとこれが一応の水準切るね、えー、そういった、まあ、一応水準になってしまいますので、まあ、とりあえず原告の主張被告の反論で大きなミスをしないこれ大事にしといてくださいね訴訟物間違えない神戸間違えないというね、えー、そこのところは、まあ、ミスると大事。 ショックというね、えー、それぐらいに思っていただいてね、えー、そこで絶対ミスらないようにと、えー、ここは刑法でいけばね、えー、罪名間違いしないとかね、えー、条文間違いしないとかね、えー、そういったお話にもなってきますはい、えー、最高弁以下があれば検討してもらったら結構ですけれども、まあ、そんなに多くはないかなというね、えー、そういうい感じでは思っておいてください。で 困った問題で必ずあります原告の請求何やねんこれってねあるいは被告の反応何があんねんこれってね、えー、そういうのがあったりしますけれども困った時は当事者目線と条文市場主義というね、えー、そこにまあ書いていただくと大体の鍵はねあるかなと思いますがここ民法については条文市場主義というもののプラスアルファと書いてありますプラスアルファのプラスアルファって何かっていうともちろん判例もあるんですけれども思考規定 これかなり重要性を持ってくると思ってください。例えば原告の請求は物件化債権かというそういう視点です。債権だったら約定債権、法定債権、対取消しなどどういう思考起点です。契約の解消であれば取消し無効解除があるよとこういうふうな思考起点ですね。そういうふうに一応いくつかの思考起点これ不分離の中にね含まれてきますけれども、これもちょっと養うというねこれ必要になってくると思ってください。被告の反論の中でいくと。 物件的請求への公弁これも典型的に4つあるっていうのを知っとかないと展開漏れします。 思考起点に分類ね被告の物件的請求に対する抗弁ですね4つあるよ、まあ、入門講座の復習ね何が出てくるかね分からなかった方はもう一度復習いただければいいかなというふうふに思いますがここのプラスアルファねね判例と思考起点という、ね、この辺ですこの辺りもすごくね困った時にはよりどころになってきますのでこの辺持っておくといいですね判決民訴法の判決に関する問題だと主文と理由に分けるとかねそんなのも思考起点だったりしますので、まあ、いろんな科目でねこの思考起点をお話しする形になると思います。 はい、でまずはやっぱりこれ原告の主張ですよね、えー、請求する側の主張が網羅されてることですね、えー、そこは非常に大事と思ってくださいこの主張網羅っていうのは要はこれ要件網羅と思ってくださいね、えー、要件を網羅しなきゃいけないということで要件落とさないようにね、えー、してもらえるといいと思いますでここから時間内で書く時の一つのスキルですよね、えー、急ぐ時は理由付け省くこれはよくやる方法です 理由付け省いてもそんんななな大きな失点にはなりませんむしろ規範で間違える方がリスキーなのでねいわゆる理由と結論、ね、解釈論であれば、ね、入門で理由チェック結論チェックしてると思うんですけれども結論チェックのところは絶対書くと。 理由のところは急ぐときにはごめん省略。それで失点するのはわずか1点か2点かすぎません。そこでねえ失点ねえ恐れて理由まで書いたけど、最後、尻切れトンボで最後のところで10点落としたともったいない話ですよね。なのでここは規範、結論ですね。これは絶対書いて。で、当てはめる。 これもうね、えー、ミニマムの要素なんで、急ぐときには判例の結論のみを定義のように書いて、で、当てはめと。まあいうふうにしてもらえたらそれでいいと思いますんでね。はい。えー、そういう意味で、えー、解釈論ですね、何でもかんでも理由付け書かなきゃというね、えー、そういう盲信といいますかね、まあ、ある意味それは先入観です。ね。えー、理由付け省略しても論文になりますので、急ぐときには結論だけというね、えー、そうやって1年で司法試験合格しちゃったっていうやつがいますんでね、予備試験も司法試験もね、えー、それぞれ1年で受かっちゃったやつがね、えー、いますんで、まあ、結論は、まあ、絶対落としちゃダメ。 でも理由付けは省いてもそんなに影響ないというね、えー、そういうふうな感じでね思っていただいたらいいかなと思いますはい、次条文の指摘でミスのラインをしてください、えー、とりわけこれ会社法で起こりやすいんでね、えー、会社法で例えば分配可能額に関する条文がありますけれども、えー、分配可能額に関して2号なのか3号なのかとかね、えー、そんな話入門でもちょっと細かくやってね、えー、眠たいこと言いやがってというふうに思った方多いかもしれませんがここ条文の指摘で間違えると致命的です、えー、行政法でいけば えー、あれですね、えー、申請型の義務付けなのか非申請型の義務付けなのかというね、えー、条文根拠で間違えると致命的というね、えー、そういうことになりますんでもう、まあ、条文の指摘ですよね、えー、これはしっかりとね公合があるやつは合までね、えー、ちゃんと示すようにしておきましょうはいでから定義早めに刑法の定義暗記に入っといてください、えー、民法から講義始まりますけれどもね、えー、刑法が始まる秋頃から 刑法の定義の暗記始めると多分間に合わないんでね、えー、刑法の定義の暗記はちょっと早めに着手というね、えー、そうしておくとよりいいかなとは思いますもう今のうちからね刑法の構成要件の定義ですよね、えー、これ早めにちょっとねインプットに着手するようにしておいてくださいとりわけ実行行為に関わるところね、えー、そこの定義はもう 一瞬で反射的に書けるというね、えー、そういうぐらいになっておかないとちょっと怖いところなんでね、えー、そこは定義、もう早めにちょっと暗記してしまおうとこう思ってください。あと民法では、あんまり定義書くというのはね、そんなに多くありませんが、まあ、とされる要件ですよね、歌、え、詞、ー、とかね、えー、その辺の定義とかはね、ある程度出てくるようにしましょう、ね、契約不適合の判断ね、えー、主観的な歌詞と客観的歌詞というね、えー、そういうふうに分けていきますけれども、まあ、そういうふうな、まあ曖昧な要件ですね、そこについての定義はやっぱりね、それぞれ再度確認いただいた方がいいかなと思います。 はい、でうちのクラスの方はそんなに心配なられないのが4つ目です。でえー、他の他校とか他,、えー、他クラスですね、えー、そこではどうしても反対説書くとか問題提起しなさいよね、えー、どうしても金貨緑上のごとく、ね、思っていらっしゃる方がいらっしゃいますけれどもいらっしす、ねえー、とりあえず当事者の主張を書いてでその要件検討してとていう、ね、そのスタイルがあれば大丈夫ですので、ねえー、ここは反対説批判問題提起のと必須むしろ不要と書いてますが当事者の主張を書いて要件検討というスタイルでいけば。 ほんまにいいらない、ねえー、この反対説批判、まあ、問題提起ねこの辺全くいらなくなるんでね、えー、当事者の主張と要件書くという,、ねえー、こう,いうスタイルをまあ身につけてもらえたらよりいいいかなと思います、はい、5つ目の事実評価についてはね入門でもお話したところでありますが特に刑法以下重要というふうに思っておいてください。 比較と受け取れ方ですよね、えー、この辺がすごく大事になるかなと思いますんでね「えー、比較」から「当事者一般人目線」と書いてますがここは要は「受け取れ方」と思ってくださいね、えー、受け取れ方ということで何度もね軽装、えー、以下軽装、えー、ぐらいからね何度も何度も言ったかなと思いますが、まあ、そのあたりがよくね、えー、使っていくスキルかなと思いますんで事実評価、まあ、ここもね、えー、スキルとしては身につけてもらえたらと思いますちょっと応用チックなところなんで、えー、ここは正解があるようでないんでね 5つ目の米印のね、えー、事実評価についてはこれはいろんなね、えー、今まで生きてきたそのね価値観によっても当然評価変わってくる可能性ありますんで、えー、ここは絶対の正解ないのでねまあ応用部分だと思ってあこういう評価の仕方をしておこうというね、えー、そこをまあある程度ね、えー、自分なりに持っとけば十分かなとは思いますはい未知の解釈論もこれ応用ポイントですでこの応用ポイントは大体趣旨からいく。 で趣旨、未知の条文の指示考えるときには誰のどんな利益、えー、これをできるだけ示せというね、えー、そこから論理的に当てはめできたら OK だよという感じで、ね、考えてもらったらいいかなとは思いますはい例えばですけども、まあ、ここもうね未知の解釈論でちょっとね、えー、条文持ってる方はね見ていただいたらいいんですが会社法にね、えー、339条の2項というのがありましてね、えー、ここ何どんな条文かというと解任された役員 が損害賠償請求ねできる要件として正当な理由というね、えー、そういう要件があるんですね、えー、正当な理由がない解任であれば損害賠償できるとで、えー、ここの正当な理由がないというねはい。正当な理由がない時には損害賠償 ねえー、これが請求できるというね、えー、そういうふうなまあ要件なんですがこの正当な理由というところまああまり解釈としてね、えー、事前にインプットを持っているというね、えー、そういう人まあいるっちゃいることにはなりますけどもそれほど多数の人が持っていることまでは想定してないというねでここに例えば病気正当理由に入るかどうかね病気理由にした解にね こういうういいい現場思考的な問題ととのはまあ,あり得るとこう思ってください、えー、病気を理由にした解任とかねあるいは経営失敗を理由にした解任とかね、えー、その辺が正当理由に当たるかどうかとでこの辺もちゃんとね趣旨からいくよとこう思ってください未知の条文の解釈でもね3392項の趣旨、ねえー、そこを考えようとで2項は大体1項 こう踏ままえてますんで1項の趣旨も考えて2項の趣旨も考えてというふうな形で自分なりの規範を立てていくという感じになります。1項は実はこれいつでも解任できるというね、ここは委任即時解約かと。この利益、ね委任者の利益と。 損害賠償を一応要求しているこれはなぜかというと役員に選任された以上解任されるは基本想定してないはずですね。ね死継続への期待とこんな感じで考えることができます。 地位継続への期待がある場合に損害賠償を認めましょうというね、地位継続への期待権これを保護する趣旨と考えられるとはいこの辺から正当自を解釈していくと論理的に出てきます即時解約可能とする一方で地位継続への期待これをま3392項は踏まえているので正当な理由とは地位継続への期待これが 正当理由になると地位継続への期待ねこれが合理的に妥当とは言えないとこういう場合には損害賠償できないけども地位継続の期待が合理的と言えるならばこれは正当理由なき解任だとまあそんな感じでねここと論理的に結びつけとで何らかの規範を立てると。 ここ何らかの規範で結構ですんでね。 完璧な未知の問題未知の条文解釈の問題で完璧な解なんか書けるはずがないのでねえそこはもうそれなりに書けたら OK というねえこう思ってくださいえ正当な理由があるか否かこれは地位継続への期待これが合理的と言えるか否かによって判断するというねそんな感じでも全然結構なんでまあそういうふうにやるんだよとまあちょっと具体的になりましたけどもね未知の解釈論に関してどういうふうにするか趣旨を考えるで趣旨は何だろうと条文を見てねえそれを考えていくとねそういったことで誰のどんな利益守ってるかなね 一方は解任する人の利益他方で解任される側の地位継続への期待ああなるほどなと、ね、地位継続が合理的、ね、期待が合理的と言えるか否かで判断すると、まあ、そんな風うに、ね、してもらえればいいんじゃないかなと思います、はい、そんなところであとは最後米印、ね、悩むべきポイントと書いておりますが両方向いけることは非常に多いので、ね、問題文の中に係争法だったら違法方向の自由 適法方向のととととちゃんと並ん並ででいいるうことが多いですからねその時にちゃんと両方触れて答案を作ってくださいなので、まあ、結論は自分なりに違法か適法か決めなきゃいけませんけども書く時には確かにこういう事情から適法とも思えるしかしながらこうこうこういう事情がある、ね、これを評価するとこうなるよって違法だと、まあ、そういうふうにね確かにしかし論法ですねトゥルーバット論法と言いますけれども確かにしかしというねこれを使ってちゃんと事実を幅広く言及最低限してください いいですか、ね、えー、両方向の事実をちゃんと拾う一方向だけ拾ってねはいそれで終わりとかねこれはちょっと寂しいとかね点が半分になりますんでね、えー、こういったその一方向。 一方向ですね一方向の事実だけしか拾わなかったはこれかなりの大失点のリスクがありますのでとりわけこれ刑事系広報系ですね刑事系系広報系では必ず両方向の事情が入っているというふうに思ってください、ねえー、民事系であればこれ主張反論に組むことができたりするので、えー、そこはあまり意識しなくていいかもしれませんがとりわけ刑事広報に関しては両方向行けるようにちゃんと問題文を作ってますのでね、えー、そこは両方向事実を拾って当てはめというね、えー、確かにしかしという形で並べるようにね、えー、してもらえたらいいかなと思います。はい ということで、まあ、これらをね意識しながら論文の検討をするかなりここの中でもねスキルと言えるものはたくさんあったと思いますんでねこういったスキルをちゃんとね一元化しておくという感じにしてもらえるといいでしょう。はい 残り時間ですね50分ぐらいまでね一応お話ししようかなと思いますがとりあえず司法試験の9試の15年の問題ですねこれでちょっと実践してみようというねそういう感じにしたいと思います15年の問題まあ検討したことのある方もいるだろうしそれからねある程度ね講義なんかもね別のもので聞いたという人もいるかもしれませんがこの15年の第2問ね実を言うと当事者目線があるかないかで答案の質ですねこれ大きく変わるというねそんな感じになりますんでちょっとお話し A、B、C、D、A、事実関係で書いていきます。はい、A は、B かな土地を借り受けですね。で、建物を建てて、保存登記を行い、居住していたと、まあ、こういう状態ですね。借地契約から出発しています。で、A は建物を改築したいということで、市の。 建築家と相談し330ならば建物を建てられるということだったので申し込んだところ建物を改築予定ということで土地を売ったとこういう感じですね貸主から土地を借りつつその後買ったというねこんな感じですで3.3平方メートルあたり25万 ということで2500万これを代金として決めて代金支払いが済んだとこういう感じになっております、はい、でその上で独立した問いにはなりますけれども一番以下、はいえー、本県土地の売買契約締結直後に、えー、本県土地建物時価より1000万程度で高いもの で、買いと C の申し込みがあったので A は C に売ったとこういう話ですねプラス1000万でところが実測の結果297しかなかった面積不足のために C 希望の建物に建てられないことが分かったということで 解除されたとこうなっておりますね。で、A が B にどんな請求できるかと。この辺りになっています、はい。とりあえず1番の事実整理ですね。A が B にどんな請求できるかと。はい、ということで、えー、ここの A の B に対する請求ですけれども、はいえー、ここも。 いわゆる契約不適合なんだろうというねそこのまあ,ある程度の解釈論はさっと出てくるで契約不適合だから追加したりとか代金減額したり損害賠償解除というねそういう項目はなんとなくこう浮かぶんですけれどもここ当事者の主張としてちゃんと組まなきゃいけませんからね当事者としてはまずは大なる請求したいはず。一番大きな請求はとというと 解除したででの返還請求です契約不適合を理由とした解除とでその返還請求代金減額ねつまり代金代金の返還2500万の請求ねでプラス1000万の請求とこれは損害賠償ですねこれが金額としては大きくなるはずなんですね こここから出発するとで、えー、これですけれども、さあ解除ということで、えー、全部解除するというときに541、はいえー、542どっちを使うんだろうと、ねえー、一応、これは564から派生して541か2かというところを考えるわけですけども今回の場合、ね、面積不足ですんでねこの面積不足というのは補いようがないですから。 いいですかね再刻してもどうこうできるものじゃないですね。なので解除としては542を選択。はい、で今回のときにはおそらくですが3号を選択すら、ね、全部不能無理ですね、履行拒絶無理、えー、3号かなという感じがします。はい、ということでまあその要件。 の検討ですね、えー、いわゆる数量に関する契約の不適合とは何なのかということで、まあ、ここは従来からのね数量支持売買と言われているお話でありますけれども、えー、まずは数量に関する不適合あるためには、えー、これ数量あることが契約で表示されただけじゃダメだね。契約された表示されれたた表表示示に従って代金が 決められたねね、えー、そこが必要ですよ、ねえー、単に契約上数量が表示されただけではなくてそれをもとに代金額決定というねこの事情があって初めて数量に関する不適合これが認められるとこんな感じですよね。はいということでまあここのところで数量不適合という562条の文言ですよね数量不適合という562条の文言これを解釈して当てはめ。 本件でははこれいいけると思います数量不適合ね契約上330平方メートルと表示されているでかつ代金が3.3平方メートルで25万と記載されてますんで数量が表示されかつ代金額がそれに基づいて決定されていると言えるとなので数量に関する不適合と言えるとこういう感じでまずはね言っていただいたらいいと思いますでかつその33平方メートル部分の履行が不能であると。 ということなんであと要件としては3号で目的不達成の要件ですねここが言えるかどうかです、はいえー、一応まあ A の立場であ B の立場,、A、の立場かな A の立場からすると希望する建物が改築可能建築可能なんですね330だったらでは無理だ,ったんですよだから数量不足によって残像部分のみでは希望の建物を建てられないので目的不達成も OK と。 はい、希望建物ペケ、二つ要件 OK と、まあ、こんなふうに、ね、考えてもらったらいいんじゃないかと思います。今、は、度、い、ここのところ省略できるところは省略しているというのが分かると思います。このメモでね、数量不適合の定義書いてませんね、当てはめも書いてませんよね。 だって数量不適合の定義これはもう改め,改めてじゃないけどね事前にインプットしてるはずというねインプットしてればここは書く必要もないしで当てはめるときも何を当てはめたらいいかも分かるんでねそこの定義に即して拾えばいいんであともマルカペかだけねそこだけ示しておけばいいんじゃないかなと思いますはいあとここもね目的不達成、まあ、目的不達成も当てはめね忘れないという方は書いたらいいですけどね目的不達成の要件あちょっとここ何を拾うか忘れてしまうのが怖いという方はそこは一応書いておくといいですけどもここも省略することは可能なんでね自分さえ 分かればいいという意味ではまあ省略しても答案書けるのであればここは省略していただいても全然 OK よとこう思ってくださいはいさあ次損害賠償ということで契約不適合を理由にした損害賠償請求というね、えー、こういう感じになっていきますねはい数量不足ということでまあ一部が履行不能だというね、えー、そういう捉え方でいいのかなというふうに思いますがまあこれによって損害 生じたというふうに言えるかどうかね。因果関係損害ですね。これ逸失利益ですね。逸失利益です。はい。表示通りの数量あれば得られてであろう利益。 ということでね、えー、ここ損害に含まれるかどうかと いうところになりますけれども、えー、ここのところは、従来の古い旧民法を知っている方であれば、ねえー、ここは含まれないという判例があったなというところは、ねえー、思い出せるところになるんですけれども、えー、ここ、あの改正によってどうなるかというのは、新しい判例、まだ出てませんのでね、ね、えー、改正によってここまで含むという考え方もありうるし、数量通りの面積のものはなかったんだから、数量通りの損害、これは発生しないというふうに考えるとか、ここはもう、時節、ねえー、とりあえず書くしかないです。なので、えー、とりあえずもうね、えー、ここ一利益 含まないという立場だったらまあここ含まないというねえそういう立場で書いてもらったらいいと思います。でこれが無理な時にはい次にということで解除までができない時に代金減額と損害賠償という組み合わせにするとこういう感じになるでしょうね。 代金減額、本件では追加が先行する必要は別にないのでね、えー、そもそもこの追加はできようがないというね、えー、そういういことになりますので、えー、ここは1号、これでいいかなと思います。えー、一部、履行不能、ですね追加不能ということでいいのかなというふうに思います。41五のところはこれは同場と。 上で述べたのと同じになりますでもう省略してもらったらいいだろうという感じになるでしょうねはいまあもちろん一室利益含むという見解に立つならばもちろんここは一室利益できるというね請求できるというねそういうふうに考えていただいていいかなと思いますはいあとはまあね一室利益含むにしてもこれ実は相当因果関係のとこ微妙っちゃ微妙でね数量通りの契約の履行があれば通常生じた損害かどうかですここ契約は自ら利用するというために 売買してるんでね A が自ら改築するとこれを前提にした建物土地売買契約だったんでねそこの不履行から通常相当損害かというとちょっと生じないんでね特別損害だと特別損害だとして予想可能かどうかというと転売は予想できなかったというふうに考えるとここは相当因果関係できるというねこれも可能性としてはありますんでこれ仮に丸だとしても 相当因果のところは追加で実は問題になり得ますので、まあ、その筋で書いてる方はね、えー、ここ相当因果のところもちゃんと考えなきゃいけないよということにはなってくることにね言及しておく必要があるかと思います、はい。ペケセスだったらここ異質利益のところでパチンと蹴ってもらったらそれで終わりですのでね、えー。仮に損害 意思利益も含むという見解であるならばじゃあそれが相当因果関係の範囲に入るかどうかというね、えー、そこの検討はまた別途いるよと通常か特別か特別ならば4162項の解釈をして当てはめるそこまでね求められてくるところになります。はい、ということでこの中で一応の水準にたどり着くためには何がいるっちゅうとこの返還請求の条文の要件検討ですね損害賠償請求の可否で根拠条文を示して当てはめること。 代金額について言及することこれら3つね欠けているとどれか欠けてるだけでもアウトだろうと思ってくださいで一応この3つのね要件それなりに検討できてれば一応の数字はつくと思いますでその中で定義がきっちりかけて当てはめできてるね適した事実がちゃんと当てはめができてて評価もできてるね 追加の解釈論ですよね、えー、この辺りもちゃんとかけているとかねこうなってくると良好優秀というね上がっていくとこう思ってくださいで手っ取り早い加点自由がまだ別にありまして何かというとここなんですけれどもね解除代金減額共通です買い主奇跡性あるときには適用されないというね、えー、そういう条文があるので債権者の奇跡自由に関して存在しない だから解除できるこういういですねここも飼い主の奇跡自由面積不足に飼い主の奇跡自由は特にないので代金減額に支障はないということでね、えー、ここはまあね、えー、条文この条文の適用がないというね このの条文の適用がない、ねえー、面積規定ですね面積規定の適用がないというね、えー、そこの指摘も、まあ、実は追加要件としてね仮定、えー、自由になることがありますので、えー、こういう意味でね、えー、要件網羅せよという意味分かりますかね、えー、大金額請求であれば一応原告からは大金額請求来るけども反論として債権者規跡性という反論が来うるんですねそこも言及してこれもないよというふうに言うとこれも仮定になるので、えー、そういったところがまあプラス 1>, 1点、2点というね、せこいですけども、こういうのでね、どんどん取っていった方がね、えー、ここは確実な点の取りどころになりますんで、網羅せよというのは、この辺まで含めて網羅せよというね、えー、そういう趣旨だと思ってください。はいということで、まあ、問いの1だけで終わっちゃったな、問いの2ね、えー、ここはまあ現場思考の問題ではあったんですけれども、すいません、時間の兼ね上げで、えー、残り時間もねちょっと少なくなってしまったんで、一、え、応、ー、問いの2については、えー、これは民法の 本論編ですね、えー、合格との作成ことの答案作成編の方でねまたお話しする機会あると思いますのでそこの解説をちょっとね、えー、お楽しみにしていただけたらと思います。はいということで、まあ、一応私の方からね予定したお話いうのはまあ以上になりますんでね、えー、またよかったらねこの合格との作成ことのね、えー、答案作成編ですね、えー、聞いていただけたらなというふうには思っております。はいズームでね聞いていただいている方ももしご質問等ありましたらねズ、えームのまあチャット機能なんかでご質問等投げていただけたらと思いますんでねまたその辺もご利用いただけたらと思います。 ということで、私からのガイダンス、以上で終わりになります。どうもお疲れ様でした。